昭和の父は口だった。はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーガブ第5話思い出がヒリヒリの感想&考察をやっていきたいと思います。いや、今回の話もめちゃくちゃ面白かったし、結構ね、謎が早めにこうね判明していって、ストーリー進行のテンポ感もめちゃくちゃいい感じがしますよね。お父さんの姿がね映っていましたが、正直これね登場はまだまだ先っていう感じもしていたので、今回の展開はちょっとね意外すぎました。展開も早いので考察だけではなくて情報の整理も同時に必要になってきそうですよね。なので今回はですね、考察と整理を同時に行っていけたらなというふうに思っております。で、大盛り上がりのガブなので、今回初めてこのチャンネルにたどり着いたという人もねいると思いますので、簡単にこのチャンネルのね説明をまず最初にさせていただければなと思います。もうだいぶ前から見てて、なおかつすでにチャンネル登録を済ませている方はこの時間まで飛んで先に考察をお楽しみください。このチャンネルでは物語全体を振り返ってああだこうだ言うのではなくて、気になったポイントに絞って話していく形式となっております。なので毎回冒頭に気になったポイントを発表して深掘っていく、その後週末にみんなから寄せられたコメントをピックアップしてさらに深掘っていくスタイルというふうに、ね、なっています。ですのでみんなとね気になったポイントが一緒とは限らないので、もっと深掘ってほしいポイントとかもあればぜひコメントで教えていただければ、深掘りそうなところはね深掘っていきたいと思っております。ということでですね、今日も気になったポイントに絞って語っていきたいと思います。本日のポイントはこちら。昭和は改造グラニュートだった。ランゴの計画と家族、塩屋もしかして。以上の点について語っていきましょう。チャンネル登録すれば昭和は改造グラニュートだった。いや、やっぱりこのね改造人間ならぬ改造グラニュートということで、これね放送開始前から言っておりましたが、仮面ライダー1号をかなりオマージュしてそうというか、いろんな仮面ライダーの要素も感じてまして、全シリーズのいいとこ取りっていうね感じもするんですよね。で、今回分かったことをねまず話していきたいと思います。ショーマは幼少期にデンテによって改造されていたことが今回分かりました。そして第1話から変身はしてたんですけれども、今までこの力は目覚めていなくて失敗というふうに思われていたっていう感じでしたよね。まあ、そしてですね、ちょっと分かってきたことを並べていくと、ヒトプレスを開発したのはこのおそらくデンテだということが今回分かりました。そしてこのデンテはニエル部に科学というのをね教えていたみたいなんですよね。でもですね、このね闇菓子を開発したのはデンテではなくて、ランゴたちからするとまあおじいちゃん、まあ、デンテからするとお兄さんという形になるんですかね。そしてですね、今回ね一番の目玉だったのは昭和の父の名前じゃないでしょうか。その名はブーシュということで、まあ、フランス語でこれはですね口を意味する単語みたいなんですよね。名字はストマック、これは胃を表している単語。そして、ご兄弟全員は共通して舌を名を持っている。そしてその父は口、そしてブーシュの父の弟は歯を意味する単語なんですよね。まあ、家系図的にもね、まあ、現状はこんな感じで結構ね出揃ったというか、女性側は全然ちょっとね出てきていない感じがするんですよね。女性で名前が判明しているのはグロッタとシータ、そして血のつながりはまあショーマしかないわけなんですけれども、ショーマの母ミチル、ミチルに関してはストマック系ではないので、名前の方ではなくて名字の井上が井の上ってことでですね、まあ、食堂を指しているかもしれないですよね。そしてこの家系図的にまだ分かっていないのが、ご兄弟の母、そしておばあちゃんとおじいちゃん、その辺はねちょっとねこの3人ぐらいは出てくるんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、登場の可能性が極めて高そうなのがおじいちゃんだと思うんですよね。で、おじいちゃんの名前がかなり気になりますが、これまでのねネーミングをちょっと見てみるとですね、食の時に直接食べ物が触れるところがそのネーミングをして使われているっていう感じがするんですよ。で、それはですね、頭身ごとにその箇所が違ってくるというふうにね考えると、まあじいちゃんの名前はデンテと同じどこかの国の歯を意味する単語になるんじゃないでしょうか。
そして話はですね、今回分かったことにね、また戻るんですけれども、昭和には当時、眷属を生む力がなかったみたいなんですよね。だから、ブーシュの依頼があり、デンテに改造手術をしてもらった。ブーシュは昭和とミチルを結構ね、これね、大切に思う気持ちは持っていたみたいなんですよね。まあ、特にですね、昭和には、一応まあ自分の子供でもあるからなのか、デンテの知恵と技術で眷属を生む力を、たくましく生きる力を与えてやりたかったっていうふうにね、言ってましたよね。めちゃくちゃこれね、親心を持った存在ではあるんじゃないかなというふうに思います。でもデンデ自身もですね、この改造手術というのは初めてだったらしくてですね、まあいろいろやったがうまくはいかなかったみたいなんですよね。手術を繰り返すことでですね、デンテはショーマを可愛く思えてきて、どうにかしてやりたいというね、思いから人間を研究しようと思い立って、今現在こうやってね、人間界にいるっていう感じみたいなんですよね。いや、このね、デンテもなかなかいいキャラクターというか、優しいこうおじいちゃん、大おじみたいな感じのポジションですよね。で、まあいろいろ調べているうちに、自分もですね、この人間界のお菓子にハマったらしいんですよね。で、ショーマがですね、眷属を出せるようになったのは、人間のお菓子を食べたことで、その眠っていた能力が目覚めた、というふうにも言っておりました。で、ここでですね、ちょっと気になったのは、デンデが言うね、このブーシュの印象と、ショーマが持っているブーシュの印象が全然違うっていうね、点なんですよね。デンテ側の意見だけを聞くと、子供思いやし、まあミチルのことも少なからず大切にしていたんじゃないかなっていう感じがしててですね、いいやつなんかいっていうふうにね、思ったわけなんですけれども、ショーマから見ると全然違うくて、超ハラスメント親父っていう感じがしましたよね。このギャップはね、一体何なんでしょうね。ショーマの記憶違いなのか、まあね、記憶の改ざんが行われているのか、それともブーシュがめちゃくちゃツンデレで、デンテの前ではね、いいお父さんをやってるんですけれども、2人の前に立つとどうもちょっとね、素直になれないみたいな、めちゃくちゃツンデレ親父なのか。まあでもね、記憶の改ざんは結構この令和に入ってから、特にこの仮面ライダーシリーズよく使われてきているゲートでもあるんですよね。まあ令和第1号ライダーの仮面ライダー01ではですね、不破さんから始まってですね、まあ一期もまあそんな感じのやつでしたよね。記憶がどんどんなくなっていってしまうみたいな。そして次のね、仮面ライダーギーツではデザイアグランプリもまあ記憶を消したりとか、前作の仮面ライダーガッチャードでは錬金アカデミーの連中もですね、記憶消しまくってましたよね。まあ仮面ライダーセイバーのトーマもなんか小さい時の記憶が消えてた的なってあったっけ。ルナのことを大きくなるまでちょっとね、なんか忘れているっていうような感じもありましたよね。もしこの僕の記憶が間違っていないのであれば、この令和の仮面ライダーはですね、記憶にまつわる何かが多すぎるなというふうに今ちょっと感じたんですよね。そうなのであれば、ショーマの記憶の改ざんもですね、十分ありえそうですよね。まあ一番嫌な展開で言うと、ツンデレパターンがちょっと一番個人的には嫌かなと思います。これね、どのパターンで来るのか、今後の展開要注目しておきましょう。チャンネル登録すれば。ランゴの計画と家族。今回の話でランゴは何を思ってこのね、闇菓子を普及させようとしているのかっていうのがちょっと見えてきましたよね。まあ、今のね、現状でのランゴの考えというのがですね、闇菓子を今こうね、裏社会で流行らせているだけではいつか取り締まられてこう潰されて終わるというふうに感じてて、なのでですね、早く富裕層を闇菓子の虜にしようというふうに計画しているってことがね、今回分かりましたよね。でもね、ちょっとここ一つ気になったのが、このグラニュート界にも人間界における警察みたいな組織があるんかなというふうに思ったんですよね。まあなんかね、こんな強そうな奴らやけども、こうやってね、取り締まられる誰かに対してちょっと恐怖心を持っているというか、危機感を持っているというのがちょっと違和感を感じた部分ではあるんですよね。で、このランゴはですね、その計画のためなのであれば、使えない奴は足手まとい。ということで、家族であろうと切り捨てる覚悟で今計画をね、進行しようとしているわけなんですよね。そして前まではですね、シータやジープではなくて自らのエージェントを、使ってヒトプレスを作り回収させてたっぽいんですよね。どこかのタイミングでシータとジープにね、回収役を任せたような感じでした。
でもですね、今回なんとね、この無謀すぎるハントの活躍もあって、大量の人プレスを失う結果となっちゃったわけなんですよね。まあ言ったそばから大きいミスをしてしまう、これちょっとね危険な匂いがプンプンしてますよね。でこのエージェントって、まあ、あの紐とかがねちょっと青いので、このエージェントたちの色って今のところね5色確認されているわけなんですけれども、これはですね生みの親への忠誠心を示しているというふうに言われているんですよね。まあなのでこれがですね、一応このねストマックご兄弟にとっての眷属、まあご地蔵みたいな感じみたいですね。ランゴが赤、グロッタが紫、ニエルブが、オレンジ、そしてジープが青、シータが白っていう感じになっているので、この青のエージェントはジープのエージェントというふうになります。これちょっとね、ジープ一番最初に退場、もしくはやっぱりこれはですね兄の脅威から逃げ出してショーマ側に来るっていう可能性もねめちゃくちゃありそうな感じがするんですよね。でもまあそうなると、前作の仮面ライダーガッチャードではラケシスがそんな感じでもあったので、2作続けてちょっとね何かしらの恐怖に怯えて敵が味方側に寝返るみたいな展開がこう2作連続であるかどうかってところがちょっとね疑問点にはなるんですけれども、まあこれちょっと楽しみですよね。で裏で動いていたこのオレンジのエージェント、オレンジということはニエルブのエージェントですよね。本当にこのニエルブ、こいつは一体何を企んでいるのか、ニエルブの行動一つ一つねちょっと見逃せませんよね。高評価を押しまふ。ジオヤ、もしかして。そして今回のラストですよね。これジオヤどうなると思います？次週人プレスにされてしまうのか。まあでもですね、もしジオヤが人じゃなくてグラニュートなのであれば人プレスにはならない。でもね、このねバイオグラニュートおたけを見た時の反応的にですね、ジオヤは人間っぽいような感じがしてきたわけなんですよね。この舌がですねぐるぐるに巻かれる瞬間、もし塩屋がグラニュートなのであれば、いやいや待て待て、俺もっていう感じでですね、自分のねお腹にあるガブを見せるっていう展開がねあってもおかしくないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なのでこれはちょっとね、塩屋はシンプルにハント思いのいい人だったのかもしれませんが、まあね、塩屋的にも急展開すぎて対応が遅れただけの可能性もまだまだ全然あるので、次回の第6話どういう感じになって、このハントがついに仮面ライダーバレンに変身するっていうのがね次のお話になってくるので、変身する経緯とかもですね、この塩屋が絡んできそうな感じもするので、それもまたね楽しみに待ちましょう。ということでですね、今日はねこの辺で終わっておきましょうか。一旦ねちょっとね引っ越しの方も一段落しまして、まだまだね片付けもあるから、ちょっとね動画の頻度が一時的には落ちてしまうかもしれないんですけれども、次の家はですねちゃんとこの撮影部屋と造形部屋の2部屋確保できるぐらい広い家にね引っ越すことができたので、ちょっとね広すぎてなんかいつもと声の質が違うんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとね聞き慣れていただいて、今後は多分ねこんな音質になってしまうんじゃないかなというふうに思っております。まあこれからもですね、まあお部屋が広くなって造形の方とかこの考察の方もですねどんどん加速していく予定なので、楽しみにお待ちいただければなと思います。ではですね、次の動画でまたお会いいたしましょう。ほな。